この辺りは。力じゃ止まりそうだ。ここで倒しきる。
シドがフーゴを撃ったそうだ。ボットーに聞いたから本当だよ。各国の警備が強化されているようです。ビビアンに話を聞くにしちゃ随分時間がかかったじゃないか。いろいろあってな。そうか、フーゴを撃った報告にみんな喜んでくれたよ。なあクライブ、この機会にシドたちの墓参りでもしてきたらどうだ。奴らも心待ちにしてただろうさ。そうしよう。シドやみんなにも知らせてやらないと。ついでにミドを連れて行ってやってくれ。あいつは隠れ家に戻った時も研究ばかりだ。たまには父親に顔でも見せろってな。わかった、声をかけてくる。一体どこに行ったんだ。一体どこに行ったんだあいつは。何か困りごとか。まあうちで働く職人がいつの間にかいなくなってしまってね。探しに行きたいんだが店を開けるわけにもいかない。他に店番もいないし困ってたところなんだ。あんたもしよかったら俺に代わって探してくれないか。引き受けよう。その職人の行き先に心当たりは。そういやよくドレイクファングを見てたよ。思い出があるとか言っていたが。わかった、ドレイクファングが見える場所を探してみよう。あんたはパン屋の職人か。そうだけど。店主に頼まれて探しに来た。そうかい、おやっさんが。すまねえ、黙って店を抜け出しちまった。ドレイクファングを見てれば落ち着くかと思ったけど、ますます苦しくなる一方だ。ドレイクファングには何か思い出でも。俺は長い間あそこの鉱山で働いてたんだ。だけどドレイクファングが消えて何もかも終わっちまった。仕事も失って今じゃパン屋の職人。いや職人といえば聞こえはいいが目下修行中の身だ。頑張ってパンを焼いてもいつも真ん中に穴が開いて失敗続き。こんな虚しい気持ちのままじゃうまくいくわけないのによ。俺はドレイクファングを愛していた。あの美しい造形が恋しくてたまらなかった。なのに
もうドレイクファングはないんだ。今のあんたにだってできることがあるんじゃないのか。俺にできること。そうだ、いいこと思いついたぞ。すぐ店に戻らねえと。あんたのおかげで元気が出たよ。ありがとうよ。じゃあな。おい、まったく、なんだってんだ。おお、あんたか。うちの職人が無事に帰ってきたんだよ。だけど、なんだか様子がおかしくてね。さっきからずっとパンを焼き続けてるんだ。見てくれ、おやっさん。ついに完成したぜ。これがドレイクファングパンだ。ドレイクファングパン？ああ、そうさ。俺が愛してやまないドレイクファングを模したパンだ。尖った山頂、丸みを帯びた尾根、そして中の空洞。いつも真ん中に穴が開いて失敗してたのを使って、あの美しい造形を再現したってわけよ。パンの内側は最高級の岩塩でクリスタルの輝きを表現してある。口の中で広がる甘じょっぱい味が癖になるぜ。俺はこのドレイクファングパンでかつての美しい姿を後世まで語り継ぐつもりさ。これは確かに素晴らしいパンだ。うちの看板商品になるかもしれんぞ。職人が見つかった上に新しい商品もできそうだよ。ああ、よかったよかった。あんたにも世話をかけたね。本当にありがとう。あら、シド、こんにちは。5年前と比べたら魔法が弱くなってるわ。うちのワインを買ってくれる人。クライブ、いいところに来てくれた。お前に頼みたいことがある。どうしたんだ。近頃村の外で怪しい人影を見かけるようでな。誰かに見張られてるんじゃないかと村の連中も気味悪がってる。そこで様子を見てきてもらいたいんだ。お前なら万一の場合でも対処できるだろう。もちろん礼は出す。頼めるか。引き受けよう。助かるぜ。まずは村で話を聞いてみてもらえるか。知ってるやつがいるかもしれん。ああ、わかった。シド、村を見張る怪しい人影か。まずはカンタンが言うように話を聞いて回った方が良さそうだ。シド、何か用かい？少し尋ねたいことがある。怪しい人影を見かけると聞いたが、この辺りで何かなかったか？ああ、あの話だね。あいにくだけど私は何も見てないね。この先のブドウ畑で働く連中からもそんな話は聞いたことないよ。そうか、ありがとう。5年前と比べたら
魔法が弱くなってるわ。少しいいか。村の外で怪しい人影を見かけると聞いてな。何か知ってるなら教えてほしい。その人影ってのは見てないけど、妙な物音なら聞いたことがあるわ。それはどこで？ロベール林道よ。この間薬草を摘みに行ったら、森の方から金属が擦れるような音がしてね。気味が悪くてすぐ帰ったのよ。ありがとう。調べてみるよ。ロベール林道で妙な物音か。怪しい人影と関係があるかもしれない。調べてみよう。生きて村に返すな。黒騎士だと？なぜこんなところに？一体何をしている？砂漠にもあの村のやつか。それといずれにせよ生かしては返さん。黒騎士は村を探っていた。だがなぜ？簡単に聞いてみるか。クライブ、何か分かったか？詳しくは何も。だがロベール林道に黒騎士がいた。黒騎士？俺も噂には聞いてる。まさかこの村が嗅ぎ回られるとは。うまくやってたはずなんだが。怪しい人影の正体はそいつらで間違いないだろう。やつはアナベラの支持者だったな。それで黒騎士を手駒にしやがったか。そろそろ俺の用事を済ます時が来たらしい。用事か。確か以前にも言っていたな。あんたはこの村で何をしようとしているんだ。敵討ちさ。敵討ち？ザンブレクの元司法長官、奴を撃つ。なぜそんな奴を？聞かせてくれるか。そうだな、いい機会だ。話してやろう。俺は昔ザンブレクに司法官として勤めていたことがある。信じられないだろうがな。その頃の俺はある男を理想と仰いでいた。彼の正義と信念に憧れていたよ。それが当時の司法長官、そして今の俺にとっての仇だ。一体何が？ベアラー狩りだ。声高に正義を掲げていた男が裏ではそんなもんで優越を覚えていた。それを知った時、絶望した俺は
すぐさま奴を告発したよ。だがその直後、俺の家族は殺された。すべて奴の指示でな。何もかも失った俺は職を捨て復讐を始めた。家族を奪った連中を皆殺しにしていったんだ。だがあの男だけ打ち損じた。奴は俺を恐れ大層な私兵を雇って身を潜めやがってな。俺一人では太刀打ちできなくなっちまった。だから俺は決めたんだ。奴がその気ならこっちも戦をしてやると。このロストウィングはそのために作り上げたのさ。まさか村人たちもあんたの敵討ちのために。そういうこった。村の連中も知ってるよ。ここはベアラー狩りで家族を失った者たちが多くいる。皆志は俺と同じ。だから同志なんだ。俺たちは奴の居場所を突き止めた。それからずっと頃合いを見計らってたのさ。だが黒騎士が嗅ぎ回ってるんならこの村ももう長くはねえ。さっさと用事を済ませなきゃな。簡単。さてこれから忙しくなる。邪魔だけはしないでくれよ、クライブ。おい、戦支度だ。同志に知らせろ。何か入り用かね。はい、どうぞ。毎度あり。ちょうどだね。毎度あり。はい、どうぞ。ちょうどだね。毎度あり。はい、どうぞ。これ以上持つのかい？また来ておくれ。いらっしゃい。おすすめの品よ。ちょうどだね。おすすめの品よ。はい、どうぞ。引き取らせてもらうわ。はい、確かに引き取らせてもらうわ。他に売りたいものは？どうもね。シドがフーゴを撃ったそうだ。オットーに聞いたから本当だよ。よかった。ずっと不安だったの。お、来たか。何を作る？ミドがうなったり。エディータはもう
難しい本を読めるって。さてどうするかな。クライブ、何か用かい？シドたちの墓参りに行くのにお前を連れて行こうと思ったな。ごめんクライブ、今手が離せない。急いで排熱装置を作らないと。排熱装置？こいつの設備さ。これは高速外洋航行船エンタープライズ。私と父さんで設計した希望の船だ。エンタープライズには帆船の常識を覆す新しい推進力、ミスリル機関を搭載する。この機関は高熱を出すから熱を船外へ逃がすための仕組みが必要でね。それが排熱装置ってわけ。造船はカンベル郊外でやってるんだけど、あっちの工房も手一杯でさ、この装置だけ隠れ家で作ることにしたんだ。ただ船体の建造に影響するから早くしろってカンベルの連中がうるさくてうるさくて。これが終われば墓参りにも行けるんだけど。俺に何か手伝えることは？さすがクライブ、そう言ってくれると思ってた。早速部品作りを頼むよ。排熱装置の主要な部品は3つ。熱を送るための大型の鉄管、ミスリルの鎧、排熱時に船体を守る丈夫な外装、ミスリルの兜。内部の熱に耐えつつ外部からの腐食を防ぐ特殊装甲、ミスリルの盾。ミスリル装備といったところだな。部品は3つ、1つずつ片付けていくか。だったらまずは排熱装置の肝となるミスリルの鎧をお願い。図面や材料は覚書にまとめておいた。ブラックソーンじいちゃんに見せれば分かってくれると思う。ブラックソーンだな。行ってこよう。よろしくなクライブ。ミダの工房も掃除。各国の警備が強化されているようです。ブラックソン、協力してほしいんだが。なんださっさと言え。ミドからの頼まれ事だ。あのわがまま娘、この間工具一式をくれてやったばかりだろう。今度は何だって？ミドがあんたにこれを見せろと。どれ？何に使うつもりかわからんが、随分と大掛かりじゃねえか。人手がいるな。クライブ、オットーとガブを呼んでこい。ああ、わかった。慌てて来てみりゃ、ミドの手伝いとは。まあ、これができないと墓参りに行けないってのなら、さっさと片付けちまうか。それで俺たちは何をすりゃいい？ちょっとしたお使いさ。ミドからの注文はミスリルの鎧、大型の鉄管だが、そこらの鉄じゃ脆くて要件を満たせねえ。だから強度に重点を置いて独自の鉄を作ることにした。名付けてブラックソーン鋼鉄。こいつの材料を集めてきてくれ。とは言っても取りに行く必要があるのは
星のクズと呼ばれる黒砂だけだ。他の材料は俺の馴染みの鉱物商から買い付けてきてくれりゃいい。手分けした方が早そうだな。俺とガブのどちらかがクライブと星のクズを取りに、もう一人は他の材料の買い付けに行く。そうしよう。クライブ、どっちと行くか決めたら教えろ。クライブ、星のクズの方は任せたぞ。それでオットーとガブ、どっちと行くんだ？ガブ、頼めるか？よし、行こうぜ。ブラックソーン、その星のクズはどこで取れるんだ？ダルメキアの南ベルクロイ砂漠、川岸を渡れば見つかるだろう。ダリミル宿場の近くだな。運ぶのに足がいるか。クライブ、俺は荷馬車の支度をしてから向かうわ。ああ、現地で落ち合おう。二人とも気をつけろよ。俺も買い付けに行ってくる。おっと、鉱物商にふっかけられんなよ。お前じゃあるまいし、心配ご無用だ。それじゃ、みんなよろしくな。ガブが来ているはずだが。ガブ、遅くなったな。待ってたぜ、クライブ。ざっと見て回ったが、この辺りなら取れそうだ。なんでもこの星のクズって黒砂は火事で使うには不向きみたいでよ。売れなきゃ誰も手をつけないだろ。おかげで取り放題ってわけさ。俺たちで使わせてもらうとしよう。お前も探してみてくれ。これが星のクズだな。もっと探してみよう。これくらいでいいだろう。ガブに渡そう。どうだ、星のクズは取れたか？ああ、いくらかな。
大量だな。こっちの分と合わせればもう十分だろう。クライブ、せっかくだ、もう少し付き合え。お前とゆっくり話すのなんて久しくなかった気がする。ああ、いつぶりだろう。クライブがシドの名を継いだ頃は二人でよく仕事してよく話したな。あの時は必死だった。それは今もだろう。そもそもお前は働きすぎ。近頃はろくに隠れ家にもいやしない。たまには肩の力を抜けよ。ガブこそ調査任務で留守が多いぞ。そりゃお前が仕事を持ってくるからさ。お前を頼ってばかりだ。よせよ、お互い様だって。俺には帰る家がある。それをクライブが守ってくれてる。だから安心して仕事ができるんだ。いいじゃねえか、これで。さて、そろそろ隠れ家へ戻るとしよう。慣れないことをしたせいで体が悲鳴を上げてら。先に戻ってゆっくり休め。そうさせてもらうわ。星のクズはブラックソーンに渡しておく。さて、俺たちも戻ろうか。ブラックソーン、材料は集まったか？なあ、おかげさまでな。推しのクズも他の材料も支度できた。二人で仕事ができてよかったよ。いい気分転換になったぜ、クライブ。よし、俺はミスリルの鎧を作り始めるとしよう。出来上がるまでしばらく時間がかかる。他に用があるなら先にやっておけ。ありがとう、ブラックソーン。ミドに知らせておく。俺たちも自分の仕事に戻るわ。また何かあれば呼んでくれ。さて、どうするかな。ミド、ミスリルの鎧はなんとかなりそうだ。ブラックソーンが作ってくれているよ。よかった、これで一歩前進。それで次は何をすれば。次はミスリルの兜を頼む。こいつには空の文明の遺物を使う。遺物はとても頑丈だ。人が手を加えることなんてできないぞ。大丈夫、そのまま使うから。そのまま。ちょうどいい形と大きさの遺物に目星をつけてあるんだ。うちの助手を使って回収してきてもらえるかい？やってみよう。シド、こんにちは。ミスリルの兜の件ですよね。ああ、詳しい話を聞かせてくれ。それではこちらをご覧ください。
ミスリル機関は内部でミスリル鋼を燃焼させ、その熱によって動力を得て推進力へと変換します。ミスリル鋼の燃焼では高熱が生じるため、過剰な熱を排熱装置を使って外へ逃がすわけです。ですが、ミスリルの鎧を通しただけでは、船全体が逃げた熱にさらされてしまい、大変危険です。そこで、ミスリルの兜の出番というわけです。ミスリルの兜は、その排出先を制御するとともに、熱を滞留させることでゆっくりと冷却していきます。温度変化に強いとされる、空の文明の異物ならではの構造と言えるでしょう。また、海溝部からの浸水を防ぐ役割もあります。海水や雨水が入り込むことで、熱によって水が気化。急激に膨張し、機関ごと船体破裂の危険が。わかった。その話はもう十分だ。ミドからミスリルの兜に使う異物を回収してくるよう頼まれた。その異物はどこにある？はい、ロストウィングから続くロベール林道に。ですが、最近あの辺りに凶悪な魔物が住み着いているとの噂がありまして、魔物さえいなければ我々だけでも回収できるのですが。つまり俺はその魔物を倒せばいいんだな。やってやろう。ありがとうございます、シド。それでは早速出発しましょう。遺跡の近くでお待ちしてますね。お前たちはマスターについていけないんだ。さあ、支度はできてるな。そろそろ出るぞ。シド、お待ちしておりました。目的の遺物はこの先の遺跡付近に。噂の魔物もおそらくそのあたりにいるかと。俺が様子を見てくる。少し待っていろ。あそこか。こいつが噂の魔物だな。やるぞ。
片付いたな。さすがシド、お見事でした。後のことは任せる。はい、責任を持って遺物を回収し隠れ家へ運んでおきます。頼んだぞ。ミドには俺から伝えておこう。するかな。ミド、ミスリルの兜もなんとかなった。間もなく届くだろう。ありがとうクライブ、これで二歩前進。よかったな。さて残るはミスリルの盾なんだけど、こいつが悩みの種でね。どういうことだ。ミスリルの盾には内部の熱に耐えつつ外部からの腐食を防ぐ役割がある。問題はその熱さ。あまりに高温で波の走行じゃ熱に負けてすぐに傷んじまう。だからって鉄や異物を仕込もうもんなら今度は重量過多だ。鎧や兜が重い分なんとか軽くしなきゃならない。熱に強くて軽い、この両立が難しくて困ってるんだよ。ハルポクラテスに相談してみるか。手がかりとなる文献を知っているかもしれない。確かに語り部じいちゃんは物知りだしな。クライブ任せていい。必要なことはこれにまとめてあるから。いいだろう。ハルポクラテス、今話をしても。なんだねクライブ。ミドの悩みを解消してやりたい。これを見てくれ。特殊装甲ミスリルの盾か。あの娘の奇想にはいつも驚かされる。しかし、この必要なことというのは。内部の熱に耐えながら外部からの腐食を防ぐ。さらに装甲自体も軽くしなければならない。その両立にさすがのミドも苦戦してたな。なるほどの。それであんたに相談して何か手がかりでもと思ったんだが。クライブ、答えというのは案外と近くにあるものだ。というと。この隠れ家は黒の一帯に侵された水、黒の水の中に立っている。だが黒の水は普通の水に比べ木や鉄を早く腐らせてしまう。ああ、だから大工のバードルフや船盛りのオボルスはよく防腐用の薬剤で補修。薬か。ザンブレクに伝わる古い文書に月の雫という熱を和らげる薬の記録がある。それを城壁などに投封することで竜の炎や戦火から城を守ってきたとな。ならその月の雫を作ることができれば、防腐用のものと合わせることでミスリルの盾の要件を満たせるやもしれん。良い機会だ。わしも協力しようじゃないか。異なる二つの薬剤を生かすには、それを塗る装甲にも工夫をせねばなるまい。この知識を装甲作りに役立ててみせよう。
助かる、ハルポクラテス。月の雫と走行、手分けして進めるぞ。それで私たちが呼ばれたってわけね。そうだ、月の雫の原料の買い付けに行かなければならない。どちらか付き合ってくれ。もう一方はわしの装甲作りを手伝ってもらえるかね。頼めるか。ええ、任せて。私もいいわよ。二人ともありがとう。クライブ、分担はお主に任せる。決まったら教えておくれ。クライブ、原料の買い付けを頼むぞ。さて、分担はどうするかね。ええ、分かったわ。ところで、何が必要なのかしら。文書に書かれておったのはこれらの品だよ。チョコボの卵にピピオの実、他の原料もそのあたりで買えそうなものばかり。昔の薬剤だからもっと大変かと思った。それらも当時は入手困難だったようでな。故に月の雫は次第に作られなくなり、歴史の影に消えた。しかし今では当たり前の品々、ノースリーチのマルシェで揃うはずだ。マルシェか。クライブ、先に向かっておくわ。ちょうど買い物があったから。ああ、後で合流しよう。行ってらっしゃい。タルヤ、そっちも頼んだぞ。マルシェだ。ジルを探そう。オリフレムにも魔法でしっかり冷やすんだ。魚が来た。マルシェか、いろいろ。ジル、ここにいたのか。あ、クライブ、いくつか店を覗いてみたけど、確かにここなら月の雫の原料が揃いそう。いろいろ買わなきゃいけないから別々に探した方がいいわね。わかった、俺が買うものを教えてくれ。それじゃあクライブは、ニンニクとピピオの実をお願いできる？買い物が済んだら門のところで落ち合いましょう。果物はいかが？まだまだ。さあ、肉はどうだい？今買っておかないと。やあ、お兄さん。はい、どうぞ。頑張んなよ。好きに見てってくれ。この品だね。こんなところか。ジルと落ち合おう。どう、クライブ、原料は変えた？ああ、これだ。ニンニクとピピオの実。うん、大丈夫ね。語り部から頼まれていたものはこれで一通り揃ったわ。ねえクライブ、少し話していかない？
こうやって過ごすのもなんだか久しぶり。このところ大きな戦いが続いてたから、ジルとの買い物なんて子供の頃を思い出すよ。よくロザリスの城下町へ行ったな。小さいトルガルを連れてね。何にでも興味を持って歩き回るから探すのが大変だったわ。今じゃこんなに大きくなったけど。そういえば買い物があると言ってたが、欲しいものは買えたのか？ねえ、先に買っておいた。ここに美味しいパイが売ってるって厨房のモリーさんに聞いていたの。だからあなたと食べたくて。嬉しいよ、ジル。ねえ見て。このパンもすごく美味しそう。スープに浸して食べるのもいいけど、さっきの店の干し肉と一緒も捨てがたい。ジール。あ、ごめんなさい。買い物のためだけに出かけるのは子供の頃以来だから楽しくって。クライブ、私は今人として生きられてる？ああ、ジルは人だ。そうやって買い物を楽しめてるのが何よりの証拠だろう。君はもう獣じゃない。よかった、クライブ、ありがとう。長居しちゃったわね。戻りましょうか。この原料をタリアに調合してもらわないと。先に戻って支度をしておくわ。手間をかけるな。うん、いいのよ。アルポクラテス、戻ったぞ。おお、クライブ。原料の買い付け、ご苦労だったの。今しがた、月の雫の薬膳をタリアに伝えたところでな。原料も揃っておるし、こちらは問題ないだろう。調合は私に任せておいて。しっかり作ってみせるわ。ああ、頼む。装甲の方はどうだ？バードルフやオボロスにも協力してもらってな。なんとか形になった。もう少しでできるみたいよ。ありがとう、みんな。それじゃあジル、月の雫の調合を手伝ってもらえる？ええ、わかったわ。そうだクライブ、二人の時間楽しかった。また今度ね。わしもクライブに礼を言わねばな。なかなかに面白いひとときを過ごさせてもらった。装甲ができたら月の雫と防腐用、二つの薬剤をまんべんなく溶くせねばならん。ミスリルの盾ができるまでもう少しかかりそうだ。お主からミドに知らせてやっておくれ。ああ、伝えておく。感謝するよ、アルポクラテス。これでミスリル装備は揃ったな。ミドに伝えてやろう。待たせたな、ミド。排熱装置の部品が全て揃ったぞ。どうやってミスリルの盾を？お前の悩みは薬剤を使うことで解消したよ。
熱に強くて軽い装甲を作れそうだ。今アルポクラテスたちが仕上げてくれている。すごいや、やっぱりクライブは頼りになる。みんなが協力してくれたおかげさ。それじゃ部品を組み立てる段取りをしとかなきゃ。ブラックソーンじいちゃんの手も借りよっと。ミスリル機関の排熱装置とは、そんなとんでもないものをよく思いつくもんだ。うん、褒められたな。呆れてんだよ。ミスリルの鎧を軸に構えるとなりゃ、ここじゃ狭くて無理だな。よし、組み立ては外でやるぞ。ミド、用意できた部品からデッキへ運ぶようみんなに伝えてこい。はいよ。それとハンマーを持ってきておけ。ここからは力仕事だ。承知。我ながら惚れ惚れする出来だな。ありがとな、クライブ。ブラックソーンじいちゃん、あとはこいつを3機作るだけだ。なんだと？あれ、言ってなかったっけ？エンタープライズに搭載するのは全部で4機。排熱装置1つじゃ熱を逃がしきれないからな。あと3つも。心配しなくても大丈夫さ。この排熱装置を見本にして、残りはカンベルの工房で作るよ。やれやれ。ま、何はともあれ、一休みしようぜ。ミド、どうかしたのか？エンタープライズのことを考えてた。あの船を設計した目的は、遠い海の向こうを調べるため、もし黒の一帯の及んでない大地を見つけることができれば、たとえバリスゼアが全て沈んだとしても、人は生き延びることができるかもしれない。私と父さんはそれを最後の希望って考えてた。だけどこうやって完成が近づいてきて、ふと思ったんだ。みんなで作ったエンタープライズをそんなことに使いたくないって。なあクライブ、最後の希望なんて本当はまっぴらごめんだ。エンタープライズで楽しく船旅ができる、そんな世界にしてくれよ。約束はできない。だが、そのために全力を尽くそう。クライブらしい。そうだな。エンタープライズが完成したら、クライブに預ける。クライブが目的を果たすまで、好きに使ってくれ。いいのか？父さんも、きっとそうしただろうから。ありがとう、ミド。さて、父さんとみんなの墓参りだったな。お前を連れて行くのに随分遠回りになった。ああ、ちょっとやることを思い出した。すぐに片付けてくる。ああ、わかった。オットーのところで待ってるぞ。了解。ねえねえ、あれか。
の憩いの広場で。シド、お時間よろしいでしょうか。ご相談があるのです。言ってみろ。現在ミド工房長が考案した製薬機を仕上げているところでして、これは様々な薬の生成を迅速かつ正確に行うことができる装置なのです。装置自体は概ね完成しているのですが、最後の材料をどうしても揃えられず。そこでシド、材料の入手に協力していただけませんか。いいだろう。薬の生成がはかどればみんなも楽になる。ありがとうございます、シド。何を手に入れればいいんだ。はい、ボムの残骸と呼ばれるものです。昔から不純物を取り除くと言われておりまして、製薬機でも薬をろ過するために使います。この工程は高純度の薬を作るのに必要不可欠ですから、どうしても装置に組み込みたいのです。ただ私もボムの残骸の実物を見たことがありません。古書によればボムキングという魔物の死に際に残る灰とのことですが。つまりそいつを見つけて倒せということか。お察しの通りです。ボムキングは非常に危険な魔物とされています。もしかしたらサロンのリスキーモブ掲示板に何らかの報告がされているかもしれません。分かった、確認しておこう。それではシド、よろしくお願いします。どうかご分を。シドが壊したのはダルメキアのマザークリスタルだ。引っかかること、まずはブラックソーンと話してみるか。トルガルのこと？カローンに詳しく聞いてみるか。困ったこと？ゴーチェに話を聞いてみよう。ブラックソーン、ちょっといいか。なんだ、今忙しいんだが。オーガストから手紙をもらってな。あんたがやる気を取り戻した後も苦しそうな顔をしていると。まだ引っかかってることがあるんじゃないかと気にしていたようだった。何かあるなら俺に話してくれないか。あのおせっかい野郎め、見抜かれてたなら仕方ねえ。実はな、あの時カローンが仕入れた商品の中に
もう一つ気になる一級品があったんだ。それは？一見すると不格好な片刃の再剣だが、その刃は見たこともないほど研ぎ澄まされていた。鋭いってもんじゃない。あの剣で切られようもんなら、下手すりゃ切られたことすら気づかないかもしれん。そんな剣がどうやってあんなものを生み出したのか、それがどうにも気になってよ。ブラックソン、その剣のことが分かればこれからの仕事にも活かせるか。それはそうだろう。なら俺が調べてみよう。あんたにはいつも世話になっているからな。それにいい武器が揃えば、その分みんなも助かるはずだ。クライブ、改めて頼む。片刃の再建のことを調べてみてくれ。ああ、分かった。剣を仕入れたのはカローンだったな。また話を聞いてみよう。カローン、手紙を読んだ。トルガルのことで気になることがあるようだな。ああ、そうなんだ。ここ最近、鉱物の骨をおやつにあげても食いつきが悪くてね。食事自体はしっかりするし、具合が悪いわけではなさそうなんだが、今までこんなことなかったからどうにも気になっちまって。あんた、ちゃんと面倒見てるのかい？そのつもりだが。どうなんだ、トルガル。そういえばこの子、兵糧って言うんだったね。ああ、そうらしい。確かおやつに興味を示さなくなったのも、その兵糧がどうとかって話してた頃からだ。だとしたら何か関係があるのかもしれない。ハルポクラテスに相談してみよう。ああ、頼んだよ。カロン、話がある。なんだね。先日仕入れたという武器について教えてほしくてな。なんだ、またその手の話かい。ブラックソーンが言うには、不格好な片刃の再建ということだったか。ああ、あの剣のことか。あれは外大陸で作られた舶来の品でね、収集家から頼まれて仕入れてたんだ。とっくに売っちまって残ってないよ。誰に売ったのか教えてもらえないか。客の話をするのは気が引けるが、他ならぬあんたの頼みだ。何か事情があるんだろう。いいさ、教えてやる。イグナーツっていうダルメキアの豪商さ、武器の収集家として商人の間では名の知れた男でね、今はダリミル宿場に滞在してるはずだよ。ありがとう、カロー。やつはなかなか気難しい男だ。会いに行くなら気をつけな。そうしよう。この前来ていた貴族の人。ハルポクラテス、トルガルについて相談がある。どうかしたのかね。最近鉱物の骨を与えても食いつきが悪いとカローンが心配しててな。兵糧の力に目覚めた頃からのようだ。何か関係があるんだろうか。おそらくその影響だろうな。犬や狼が骨を好むのは狩猟動物の習性だという。中でも兵糧は骨から獲物の力を取り込むという伝承もあるくらいだ。もしかしたらただの骨では物足りないのかもしれん。試しに強靭な魔物の骨を与えてみてはどうかね。そうだな、例えばエルダーアンテロープという魔物はどうだろう。草食の魔物ながらたくましく気性が荒いことで知られている。時には
人を襲うこともあるほどにの。そいつがいる場所はわかるか。本来は山奥に生息する魔物で人前には姿を見せないのだが、最近クレシダハイソンのあたりで目撃されたようだ。人がいなくなり格好の住処となったのだろう。なるほど、ありがとう。早速そいつの骨を取ってくる。うん、健闘を祈るよ。調子に乗って。ねえねえ、あれかな。船作ってるって水戸先生が言ってたね。あるもんだけだよ、持ってってくれ。毎度持ってってくれ。道中お気をつけて。行くぞ。行け。クレシダハイソン、ハルポクラテスが言っていたのはこの辺りだな。こいつがエルガー・アンテロープ。やるぞトルガル。最後だ。倒したか。トルガル、この骨ならどうだ。よかった、満足してくれたようだな。ハルポクラテスの言ってた通りか。しかし
こうして見てると、お前は幼い頃とちっとも変わらない。もういいのか？なら隠れ家へ戻るとしよう。カローンにも伝えておかないと。おや、クライブ、トルガルのこと何か分かったのかい？ああ、実は。そういうことだったのか。トルガル、お前さん、舌が肥えちまったんだね。いい返事だ。何にせよ原因が分かって何よりさ。カロン、残りの骨はあんたに預けておく。また食べさせてやってくれ。ああ、そうするよ。あ、そうだ、語り部があんたを探してた。行っておやり。そうか、書庫に行ってみるよ。おかえり、クライブ。エルダーアンテロープは見つかったかね？ああ、その場でトルガルに骨を与えてみたが、気に入ってくれたようだ。おはあ、よかったの。それより、俺を探していたようだが。うん。兵糧のことで思うことがあってな。以前、トルガルはジルの影響で力に目覚めたと推測しただろう？ああ。兵糧フェンリル、氷の女王に付き添う獣だったな。伝承によれば、本来の兵糧は召喚獣シヴァに近しい力を有するらしい。だがトルガルはどうだ？お主らの話を聞くに、それとも違う異質な力を持っておる。確かにトルガルが使うのは氷の力だけではない。その理由をわしは皆の力の影響と考えたのだ。トルガルは幼き頃からお主ら兄弟と長い時間を過ごし、かつてはシドとも共にいた。ならばシヴァだけでなく皆の召喚獣の影響も受けたのではないかと。共に過ごし戦い続けてきたことで、すでにトルガルは伝承の兵糧をも超える存在になったのかもしれん。トルガルか。何にせよ心強い相棒ということに変わりはない。これからも大事にしてやっておくれ。ああ、もちろんだ。いろいろと助かったよ、ハルポクラテス。
ここからは歩こう。この辺りで降りよう。死に際に灰が残るそうだが、辺りを探してみよう。これがボムの残骸のようだ。もう少し集めておこう。これくらいあれば十分だろう。そろそろ隠れ家に戻るか。シド、お待ちしていました。ボムの残骸は手に入ったでしょうか？ああ、確かめてもらえるか？確かにボムの残骸で間違いないでしょう。これなら不純物を取り除くことができそうです。シド、ありがとうございました。早速製薬機に組み込んでみますね。シド、ご覧ください。名付けてテラモーン製薬機。ミド工房長の自信作です。よかったな。
これもシドの協力があってこそ。何かお礼をさせてください。隠れ家のみんなのためだ。気にしないでいい。しかし、でしたらシドが愛用されている薬カバンを使いやすくするというのはいかがでしょう。薬カバンを。ちょうどテラモン製薬機での試作として皮を柔らかくする薬剤を生成していたのです。普通は破棄するような硬い皮を再利用できれば隠れ家の物資にも余裕ができますからね。シドの薬カバンに使えば普段の使い勝手が良くなるかと。そういうことならありがたく受けよう。わかりました。それではしばらくお待ちください。シド、いかがです？なるほど、確かに使いやすいな。それは何よりです。感謝するよ。こちらこそありがとうございました。引き続きこの工房で研究を続け、隠れ家での生活に役立つ品々を作っていきます。シド、期待していてくださいね。イグナーツはここに滞在してるはずだ。探してみよう。消えたって噂は本当か？このままでは私の面目が丸つぶれだぞ。イグナーツ様、どうか落ち着いてください。もしや、あんたがイグナーツか？誰だね、君は。私は忙しいんだ。話しかけないでくれ。申し訳ありません、お客人。イグナーツ様はもともと気難しいお方ではあるのですが、さらに問題が起きておりまして。ラディム、いつまで話してる。早く帰らせろ。はい、ただいま。申し訳ありません、続きは部屋の外で。何かあったのか？ええ、イグナーツ様の荷物が野党どもに奪われてしまったのです。このままでは宿代すら払えませんし、何よりあの荷物には貴重な品々が。その中には片場の再建もあるのか？カローンという商人から買い取ったはずだが。はい、確かにそのような品も。そうか、では俺が取り返してこよう。本当ですか？それは助かります。傭兵を雇うお金を奪われ困り果てていたのです。その代わりといってはなんだが、取り返せたらイグナーツと話をさせてほしい。ええ、取り返していただけるなら私にお任せください。野党に奪われたと言っていたな。そいつらがどこに向かったかわかるか？町の噂によれば、ベルクロイ砂漠の一角に悪党の寝床と呼ばれるところがあるようです。荷物を奪った野党たちもおそらくそこにいるだろうと。悪党の寝床か、わかった。無事に荷物を取り返していただけたら必ずイグナーツ様にお取り次ぎしますので。あ、頼む。どうかよろしくお願いします。
んだ貴様、あの貴族が雇った傭兵か。これが奪われた荷物か。どうやら手つかずのようだ。よし、ダリミルへ届けてやろう。そうかそうか、君が荷物を取り戻してくれたのか。傭兵、名を何という。俺はワイバーンで通ってる。なるほど、強そうな名だ。ありがとう、ワイバーン君。感謝するよ。報酬は何がいい？金か？宝石か？いや、話を聞きたいだけだ。何？話だけでいいのか？ええ、片場の再建のことについてお話を伺いたいそうです。あの美しい剣のことか。カローンとかいう商人にふっかけられはしたが、実に良い買い物をしたよ。あの剣は外大陸で作られたものでな、聞くところによれば外大陸には独特な武術の流れがあるらしい。その流派は剣を長く使い続けることが念頭になく、一心一殺で使い捨てるという。だからこそその刃は極限まで研ぎ澄まされる。そこに我々の文化にはない美があるのだ。その美はどうやって生まれるんだ。おお、刃のように鋭い質問じゃないか。それはな、砥石だよ。砥石を粗いものから細かいものにいくつも持ち替えながら、幾度も研磨を施し、美しい刃へと仕上げていくそうだ。ただしその砥石は特別なもの。バリスゼアでは取れない石を使っている。たやすく真似することなどできんだろう。そうだな、荷物の霊が話だけとは忍びない。どれ、その砥石を少しくれてやろう。仕上げに使う砥石のかけらにすぎんが、それでも非常に珍しいものだ。大切にするがいい。ありがたくいただこう。イグナーツ様、そろそろ宿を出る支度をされた方がよろしいかと。そうだな、私には長年珍しい武器を競り合っている相手がいる。奴に負けぬためにもすぐに次の品に狙いを定めねばならんのだ。あんたみたいな収集家が他にも。バイロン・ロズフィールド、奴にだけは負けるわけにいかん。バイロン。それではな、ワイバーン君、また会おう。行くぞ、ラディム。この旅は
本当にありがとうございました、ワイバーン様。それでは失礼します。あ、お待ちください、イグナーツ様。気難しいどころかなかなか面白いやつだった。さて、隠れ家へ戻ってこの砥石をブラックソーンに見せてやろう。ブラックソーン、片場の再建について調べてきた。おお、どうだった。まずあんたに見てほしいものがある。これは砥石か。さすがだな、一目でわかるとは。なるほど、いくつもの砥石を持ち替えながら磨いていただなんて。それにしても一心一殺とは。確かにその理念でやり合えば戦も短くなる。結果的に余計な負傷者を減らすことにもつながるか。だが俺たちにはできないやり方だ。なあ、同じ立ち回りをするには極限まで刃を磨き上げ切れ味を引き出すしかないからな。お前が聞いてきた通り、こんなに目の細かな砥石はここらじゃ取れねえ。つまりあの剣の製法は真似できん。仮に砥石が手に入っても俺たちには武器を使い捨てにできるほどの余裕もない。そもそも剣に対する考え方が違うんだ。同じやり方をしてても意味がないが、砥石を変えて磨くという技法は応用できそうだぜ。この砥石の代わりに空の文明の遺跡を使って仕上げるだけでも随分と結果は違うはずだ。バリスゼアの剣の丈夫さと外大陸の切れ味の良さ、きっとこの二つを兼ね備えた剣を作れるさ。そうなればみんなも喜ぶな。頼むぞブラックソーン。なあ、任せておけ。よし、やる気になった。早速仕事に戻るぞ。クライブ、ありがとうよ。オーガスタのおせっかい野郎には俺から礼を言っておく。ああ、そうしてくれ。それと今回の礼にお前にとっておきの武器を作ってやろう。素材が揃ったら顔を出すといい。わかった、ありがとう。何の用だ？何を作る？こいつなら敵なしだ。これでもっと良くなった。ねえねえ、あれかな。船作ってるってミド先生が言ってた。来てくれたんですね。こちらが各地から届いた品です。はい、どうぞ。また来てくださいね。よく来てくれたクライブ。ゴーチェ、
手紙の件だが。静かに。オットーさんに聞かれたら大変だ。それで困ったこととは？それが帳簿の整理をしてたら、隠れ家の借金を返しきってないことが分かったんだ。どうも計算が合わないと思ったら、俺が額を間違って記録してたみたいで、とっくに返済してたと思ってたのに。こんなことがオットーさんにバレたら何を言われるか。なんとか内密に処理したくてな。それでクライブに手伝ってもらおうかと。内緒話ならよそでやるんだな。オットーさん、帳簿の計算が合ってないのを俺が知らないとでも思ったか。そのうち相談に来るかと思って様子を見てりゃ、よりによってクライブに頼んで内密に片付けようとするとは。困ったことがあったらまず俺に報告しろと言ってるだろう。それで借金はあといくらだ？マーサさんとノースリーチのマダム、それにカローンさんからそれぞれ500万キル。隠れ家を再建するときに借りた金か。すみません、俺が返済は全部終わったって伝えてたもんだから。いや、金の貸し借りなのにちゃんと見てなかった俺も悪いんだ。どうする？金の話ならバイロンおじさんに相談する手もあるが。ロズフィールド卿からはすでに多大な寄付をいただいてる。さすがにこれ以上は甘えられんよ。それに俺たちの借金は俺たちで返さねえと。そういったことはオットーに任せっきりだったな。俺にもできることがあれば協力しよう。なら一つ頼めるか。こいつをマーサとイサベルに渡してくれ。これは？もしもの時のために俺とシドで用意してたものだ。その宝石一つで1000万の価値がある。500万ギルをすぐには用意できないが、金の代わりにそいつを利息込みで受け取ってくれないかと。なあ、届けてこよう。すまないな。本来なら俺が頭を下げて回るべきなんだが、荷物の整理やら石の剣への指示やら仕事が立て込んでやがる。気にするな、俺たちの借金だろ。ゴーチェ、カロンにはお前からしっかりと渡しておけ。わかりました。それじゃあ頼んだぜ、クライブ。巻き込んじまって悪い、クライブ。気にするなと言ってるだろ。そう言ってもらえると助かるよ。二人に渡したら俺に伝えてくれ。わかった、そうしよう。今日は何の用だい？借金の返済さ。隠れ家の再建のためにあんたから金を借りていたそうだな。オットーが金の代わりに受け取ってほしいものがあると。これはスタールビーじゃないか。こんな高価なものをもらっちゃ貸した額と釣り合わないよ。数年分の利息も入ってるそうだ。そういうことならありがたくいただいておくけど、相変わらずオットーは義理がたいんだから。久しく会ってないけど今も忙しくしてるのかい？元気にしてるよ。今も隠れ家の面倒一切を見てもらってる。根っからの仕事人だものね。そういやシドが言ってた、組織を作るときに真っ先にオットーを誘ったって。あの二人は20年来の付き合いなんだろう。きっと二人がいたからこそ出来上がったばかりの組織もうまく回ったんだ。だからシドが亡くなった時にはオットーが折れちゃうんじゃないかって心配でね。あの時多くの仲間を失った。みんなよく立ち直れたと思う。
クライブのおかげさ。あんたがいてくれたからみんなも踏ん張れたんだよ。あんたについていくと決めたオットーの目は確かだったってことさ。先代の意思を継ぐのは大変だろうけど、私たちがついてる。これからもしっかりやるんだよ。こちらこそよろしくな。オリフレムにももっと安くしろよ。ドラゴニエル平原の天命か。君と朝まで語らいたいが。無理しないで。頼んでた交友まだ町に届いてないみたい。イサベル、あんたに渡したいものがあってな。あら、クライブ、一体何かしら。綺麗な宝石、これを私に。オットーが借金の代わりにと1000万ギルの価値があると言っていた。数年分の利息も含んでいるらしい。もらってくれ。なんだ、そういうこと。てっきりあなたからの贈り物かと思ったわ。それにしてもお金は返さなくていいって言ったのに。私は昔シドとオットーに命を救われたの。だからその恩返し、当然のことをしただけよ。だったらそうだな。それは感謝の気持ちだ。俺や夫、隠れ家のみんなからの。そういうことならありがたく受け取っておこうかな。夫にもいい家族ができたのね。亡くした息子さんは戻ってこなくても、今はあなたたちがいる。夫が息子を。昔一度だけシドがこぼしたことがあったの。オットーの息子を救ってやりたかったって。シドはずっと悔やんでいたみたい。何があったのかまでは聞いてないけど。そうだったのか。ごめんなさい、変な話をしちゃって。今はあなたがオットーの大事な家族なんですもの。だからクライブ、彼を支えてあげてね。ああ、分かってるさ。これでよし。さて、ゴーチェに伝えよう。ゴーチェ、マーサとイサベルに宝石を届けてきたぞ。カロンの方は終わったのか。話しては見たんだけど、カロンさんが受け取ってくれないんだよ。借金の代わりだって届けに行ったら急に怒り出してさ。カロンが。俺何かまずいこと言っちゃったかな。仕方ない、俺から渡してみよう。悪いな、結局全部あんたにやらせちまって。作ってるってミド先生が言ってたね。カロン、ゴーチェから聞いたぞ。宝石を受け取らなかったそうだな。何か理由でも。私は別に金を貸したわけじゃない。ただあんたたちに支援しただけ。貸してもない金を返してもらうなんておかしな話だよ。この隠れ家がやっていけているのもあんたの支援があってこそだ。俺たちからの謝礼としてなら受け取ってくれるか。あんたも頑固なやつだね。
そこまで言うなら仕方ない。もらっておく。こいつはスタールビーか。確か相場は1000万ギルってところだが、滞在人シドが残したスタールビーって売り込めば、貴族の小塚たちに3000万くらいで売れるはず。それで売り上げた金はなぜかサロンに置かれてるんだ。親切で可憐な名もなき商人よりって書き置きと一緒にさ。これなら文句はないだろう。好きにしてくれ。ありがとな、クライブ。宝石を届けてくれて。それにしてもゴーチェ、まだお前にカロンの相手は無理だったか。すみません。そう思うんならさっさと帳簿整理を終わらせろ。いつまでかかってんだ。すぐにやります。これは？ああ、シドが使ってたやつだ。前の隠れ家から持ち帰った荷物を整理してたら、そいつも出てきてな。おっと、シドとの思い出でも聞かせてくれないか。なんだ、ヤブカラボニー。マーサとイサベルからいろいろ昔話を聞いてな。これだからご婦人方は。あんたとシドはいつ知り合ったんだ？もう20年以上も前になる。その頃俺は船乗りをしていた。そこにシドが乗り合わせたんだ。仕事も立場も違うのに妙に気が合っちまって、二人でつるんでよく朝まで飲み明かしたもんさ。俺に子供ができた時も自分のことのように喜んでくれてよ。ミドも連れていつか船旅でもしよう、そんなことを言ってた。だがそいつは叶わなかった。俺の子はベアラーだったからな。それが分かった途端、息子は国に奪われた。そんなことが。家族はみんなほっとしてた。ベアラーを手放すことができたって。でも俺は割り切れなかった。愛しい我が子、あっさり捨てられるか。この世界はおかしいって気づいちまったのさ。それはシドも同じだった。だが声を上げたところで、この世界の常識が覆るわけがない。あいつは俺のために泣いてくれた。自分の無力さを嘆いていたよ。その後しばらくして奴はウォールウッドの騎士団を離れた。理想と志のためにこの活動を始めたんだ。だから俺は決めたのさ、あいつに一生ついていくってな。あいつは昔から頭が良すぎてな。俺たちとは違って見たくなくても見えちまうし、知りたくなくても分かっちまう。もしかしたら誰よりも苦しかったろうよ。それでもあいつは理想と志を支えにして先を歩いた。あいつは夢を見せてくれる。何よりも期待させてくれる。だから俺は悩みを肩代わりすることはできなくても背中を押すことはできると思ってたんだ。何もできやしねえのに。
いや、年寄りの愚痴だ。忘れてくれ。その辺のは古い資料だ。後で片すから触んなよ。この字、シドが書いたものか。おっと、いつも雑務を任せきりで悪い。お前の支えがあっての俺だ。頼りにしてる。これからもよろしく頼むぜ。おっと、これはシドも俺もあんたがいないと何もできない。あいつこんなもん残してたのか。直接言えよな。今も昔も手のかかるやつが多くてよ、全く困るぜ。俺だけじゃない。ここのこの隠れ家のみんなの力でお前を支えてるんだ。どいつも強くなった。俺にもいつか背中を押す役目を次の誰かに託す時が来るんだろう。まだ少し先の話だ。その時が来るまではもちっと見といてやるさ。そうしてくれると嬉しいよ。クライブ、シドの形見分けだ。もらってくれ。いいのか。俺にはこれがある。すまんな、手伝わせちまって。礼は必ずするよ。これでいい。